広場にやってきました。今日は朝からいい天気なのだ。今日も二人とも元気いっぱいです。ハスキトリオにおやつをやるのだ。二人ともお座りはできるかな。お座り。二人ともお利口なのだ。待てよ。二人ともめっちゃ可愛いじゃん。ハスキトリオはおやつを持っている時にしかお座りはしないのだ。ハスキトリオは自由奔放に育ててきたから別に何もできなくてもいいんです。今まで自由奔放に育ててきましたが、人を噛んだりよそのワンちゃんとも喧嘩をしません。本当にいい子に育ってくれました。それが一番大事なことなのだ。近くに住んでいるラブラドールのレオン君が遊びにやってきたのだ。リオはレオン君よりかママさんの方に行っています。レオン君と久しぶりに会ったけど元気そうなのだ。レオン君にはもう一頭ボス君というラブの家族がいます。しかし今回二頭一緒に連れてくるのは大変なのでレオン君だけですが、今度はボス君もぜひ一緒に遊べたらと思います。今回もドローンを持ってきているので飛ばそうと思うのだ。この前は高度制限がかかり失敗しましたが、今回は大丈夫みたいなので楽しみです。ドローンが飛んだのだ。みんなが映りました。今回もやっぱりハスキはドローンが気になるようです。ハスキがゆっくりとついてきているのだ。リオとレオン君は全然興味がないようです。ハスキはチラチラこっちを見ているのだ。ママさんが手を振っています。ママさん早くマスクをするのだ。ドローンの画像は結構綺麗に映るから、ママさん今日はすっぴんと言っていたから用心するのだ。失礼なこと言わないの。ママさんはすっぴんでも大丈夫なのよ。そうなのか、それは失礼してすいませんなのだ。やっぱりハスキはドローンが気になってついてきます。なんでハスキだけドローンを気になるのか不思議なのだ。おっと、ここでレオンがどこからかわけがわからないものを拾ってきたようです。ドローンで追跡します。早く取らないと大変なことになってしまうかもしれません。まだ誰も気づいていないのか。誰も現れません。誰か早く気づいてくれ。誰かやってきます。レオンママさん登場です。やはり自分の子は自分で取り上げないといけないと思ったのでしょうか。しかしママさん、これは遅い。遅すぎます。日頃の運動不足と甘いものの食べ過ぎが影響しているようです。ここで走るのを諦めてしまいました。これはもしかして話すのを待って取り上げる作戦なのでしょうか。少し時間が経過しましたが、なかなか話しません。これは一体いつまで続くんでしょうか。ママさん、レオンにずっとついていっています。これはチャンスです。今レオンが話しました。キャッチです。ようやく収拾が打たれました。長い戦いでしたが、これで一安心です。今回はレオンくんがやっちまいましたが、楽しかったので OK です。レオンくん、ママさん、今日はありがとうございました。
今度はぜひボス君も一緒に遊びましょう。この後はハスキトリオを連れてランチに行ってきましたのでご覧ください。それでは皆さん、またお会いしましょう。一つ言い忘れているのだ。動画の最後に空撮の映像を流すので見てくれなのだ。七条町にあるママトコキッチンにやってきました。最近のランチはここに来ることが多いのだ。早速中に入っていきましょう。まだ他のお客さんは誰も来ていないのだ。今日は一番乗りだね。今回パパさんとママさんが注文したのは、パパさんが希望の牛ハンバーグのトリプルと、ママさんが熟成牛サイコロステーキなのだ。食べている映像は取り損ねてしまいましたが、今回も美味しくいただきました。食べ終わる頃に偶然にもハスキー連れのお客さんがやってきたのだ。ハスキーよりか体高が少し大きかったです。ハチマキじゃないけど体重はハスキーの方が重かったのだ。どういうこっちゃ。ハスキー以外にもグレートデンとポインターのミックスちゃんとタイケンも連れてこられていました。ハスキーとミックスのワンちゃんは1年前にオーストラリアからやってきたそうなのだ。それじゃ帰国子女のワンちゃんだね。そうなのだ。帰国子女だから僕より英語を理解していたのだ。今日はたまたまハスキーちゃんたちに出会えて嬉しい日になりました。ハスキーとリオも可愛がってもらいありがとうございましたなのだ。またどこかでお会いできることを期待しています。今日も楽しい一日だったのだ。最後はドローンの映像を流して終わりたいと思います。